朝青龍は入門した際に旭鷲山を目標の力士と語ったが、旭鷲山とはたびたびトラブルを起こしており仲が悪い。朝青龍は教習の習字の時間に周りの力士の背中に墨を塗りたくって遊んでいた。朝青龍はいざこざを起こして浴衣を引きちぎったことがある。朝青龍は栃東戦で前代未聞の流血戦を起こし、水入りでもないのに取り組みを中断させたことがある。朝青龍は貴乃花に前線しながらも負けた際、怪我をした足を蹴ればよかったと発言した。朝青龍は旭鷲山に敗れ、旭鷲山の車のサイドミラーを破壊した。朝青龍は気が強そうな性格だが、神経衰弱、抑うつ状態の診断を受けたことがある。朝青龍は東日本大震災で被害を受けた避難所に朝青龍バスタオルを配布した。朝青龍はモンゴル国営テレビの総裁を公衆の面前で殴ったことがある。朝青龍は引退から7年後に幕内の魁聖と相撲をして10勝4敗で勝ち越している。